三笘薫のバーンリー戦後半投入にメディアは疑問し、ネットはデゼルビ擁護の声。皆さんこんにちは、民坂ニュースです。今シーズンの三笘薫選手ですが、山あり谷ありの難しいシーズンを過ごしているのは皆さんご存知の通りだと思います。シーズン開幕のルートンタウン戦では早速1アシスト、次のウルブス戦では4人に囲まれながらもスピードに乗ったドリブルで40メートルを独走、見事なゴラッソで8月のプレミア最優秀ゴールに選ばれ、さらに第6節のボーンマス戦では2ゴールを決めるなど、今季は昨年以上の活躍を予感する方も多かったと思います。しかしその後、ヨーロッパリーグなどによる過密スケジュールやチームのエースであるがゆえのフルタイム起用の連続など疲れによるコンディション不良に陥り、大きな怪我には至っていないものの明らかに精彩を欠くプレーが続いていました。そんな三笘選手ですが、11月の代表ウィーク以降、ブライトンでも彼の使い方が見直されたようで、11月は4戦中スタメンフル出場は1試合のみ、残り3試合はベンチ外1試合、後半からの出場2試合とペースを落とした起用法となっています。先日12月9日のバーンリー戦でも疲労を考慮してか三笘選手は後半からの出場、ただ一部メディアでは三笘選手の投入後活性化されたブライトンの攻撃陣を見て後半からの投入に疑問を抱く記事があるようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。まずはサッカーダイジェストの記事を見ていきましょう。日本代表は素晴らしいという他なかった、後半投入で即躍動、三笘薫のスタメン落ちを地元メディアが疑問し、三笘のいない前半は苦戦。現地12月9日に開催されたプレミアリーグの第16節で三笘薫を擁するブライトンはバーンリーとホームで対戦、1対1のドローに終わった。前節のブレントフォード戦2対1でフル出場し、全得点に関与する活躍を見せた三笘はベンチスタート、1点ビハインドの後半頭からピッチに立つと、いきなり左サイドを駆け上がってチャンスを創出する。その後も何度も好機を作り出し、後半アディショナルタイムには決定的なボレーシュートを放ったが、相手ゴールキーパーの好セーブに阻まれた。ブライトンの地元メディアサセックスエクスプレスは、三笘をベンチに置いたのは結果に影響を与えたかと見出しを打った記事を掲載。日本人ミッドフィルダーは出場するとすぐにインパクトを与え、46分にディフェンダーをすり抜けてクロスを上げたが、これはキーパーに合わせられたと綴り、こう続けている。日本代表は素晴らしいという他なかった。デゼルビ監督は選手たちに口笛を吹き、この滑らかなスキルを持つ選手にパスするよう指示する姿も見られた。三笘がフル出場せずブライトンが前半に苦戦したという事実を考えると、前半のホイッスルが鳴った時点で試合は大きく変わっていたかもしれない。このウィンガーは後半にブライトンのメンタリティを変えたようだ。デゼルビ監督が試合後、三笘が90分間プレーするにはリスクがあったと明かしたとはいえ、同メディアはベンチスタートを疑問視しているようだ。このようになっています。このバーンリー戦の3日前にプレミアリーグのブレントフォード戦にフル出場したばかりの三笘選手、そのあたりの疲れを考慮してかデゼルビ監督は三笘選手の起用には最近慎重になっているようですね。確かに三笘選手が投入された後半戦は明らかにブライトンの攻撃が活性化しました。そんな試合内容から三笘をスタメンでといった海外メディアを引用した記事がいくつか見受けられるようですね。ただ今週のミッドウィークにはヨーロッパリーグマルセイユ戦が控えています。現在ヨーロッパリーグのグループ B でマルセイユに続く2位となっているブライトンは、次節のマルセイユ戦で必勝を期す必要がありそうです。ヨーロッパリーグはチャンピオンズリーグと違い、グループで2位となったチームはチャンピオンズリーググループステージ3位となったチームとのプレーオフに回ってしまうためです。そのあたりの計算も監督の頭にあったのではないでしょうか。さらに次節のリーグ戦はアウェイのアーセナル戦ですしね。それでは次にバーンリー戦での三笘選手のスタッツを見ていきましょう。
まずブライトンの最高評価はグロス選手の 8.4。 相手ゴールキーパーを除き8点台以上は彼一人となっているため、いかに素晴らしい活躍だったのかが分かりますね。そして後半からの出場となった三笘選手は 6.8。 この試合で直接得点に絡むことはなかったので少々低い評価となっています。ただスタッツの詳細を見ていくと、45分の出場ながらボールタッチが60回、攻撃的選手としてはタッチ数が多く、後半三笘選手を介した攻撃が多かったことがこの数値でわかります。キーパスは1と少なかったものの、パス成功率は 84%、 ドリブルは6回試みて成功1。ゲームを見ているとあれ、そんなに成功数が少なかったと感じますけどね。それだけこの試合での三笘選手は調子を取り戻してきていると感じられる内容でした。では次にネットの反応を見ていきましょう。確かに試合を変えれる選手だが、こればかりは監督が言った通りリスク回避しなきゃいけなかったから、後半からでも仕方なかったんだよ。三笘個人で見てもエストゥピニャンがいないのがかなり大きい。スタメンで出せるなら出したいでしょ。無茶をして怪我をするよりははるかに良い。コンディションを保つ意味でも後半から投入は間違っていないと思う。疑問視って、ついこの間まで肉離れ寸前って状態で代表から一派遣して話し合いまで持ったらしいのに、これだけ出場してる事態がむしろ心配になるのですが。正直無理にスタメンでなくても良いと思うが、毎試合45分くらいの方が向いてそう。スタメン落ちじゃなくてローテーションでしょ。全然意味が違う。チーム事情からも三笘に頼るしかないとしても、無理をさせないでいてくれる監督に感謝。昨今特に欧州のリーグでは、明らかに興行のためと思われる異常な数ともいえる試合数が設定され、選手たちの怪我が多発する深刻な状況に陥っているようです。週2試合をフル出場し続けることは、よほどタフな選手か負荷の少ないポジションの選手でないと厳しく、残念ながら今までチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグに挑戦したことのない三笘選手も現在かなり苦しい状況に陥っています。さらに言うと、アジアの選手は代表ウィークの移動の負荷も大きいですしね。ただそんな状況でゼルビ監督も憂慮して、ここ1ヶ月三笘選手の起用法を見直しているようですね。三笘選手も大変だと思いますが、なんとか怪我なく素晴らしい活躍を見せてほしいと願います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると、今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。